さあちょっと奥大丈夫かい。さあどっちかというとアルファのクレセンガッとしていく。いけなく入っちゃいましょう。さあ行くぜガンガン。ちょ一回デッドサイエンスをポチッとしといて、左右から回ります。ハセノシン、さあ裏から来るぜ俺は。さあ俺は立ち回っていくんだぜ。カットして、さあハンドガン行こう。あぶれ、キリキリ。はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ハセシンです。ということで今回もですね、コールオブデューティーモダンウォーフェア2をやっていきましょうか。ってことで今回はですね、シーズン1のこちらですね、バトルパスについてなんですけども、右上に注目していただきたいんですが、現在シーズン1のバトルパスの達成度 97% まで来ました現在で。ね、残るはこちら A19 のあと3つかな、1、2、3、これですね。この3つをアンロックすることにより 100% に到達するんですが、シーズン1のバトルパス 100% に到達するとですね、この最終報酬武器がもらえるわけですよ。ちなみにバトルパスのトークンはですね、コールオブデューティーポイントを課金してね、獲得することもできるっすね。で、あと最大トークンね、3つあるということで、今から早速アンロックしていきましょう。まずはアンロック、そしてもう1つ、そして最後はこの 100CB、 そう、コールオブデューティーポイントアンロックすることにより、これで 100% 達成しましたね。いいでしょう、バトルパス完了。うお、すげえ。で、 100% に到達することより、なんとですね皆さん、この武器、そう、モータルズ・ベインが手に入るということなんですよ。めちゃめちゃかっこよくない？この色味、シャンパンゴールドっぽいんですよね。こちら使っていきましょう、今回。でね、100% に到達するとね、報酬でこちらですね、オリンポスの王というね、ゼウスのオペレータースキルも手に入るということで、こちらもいいですよね。こちらも今回使っていきたいですね。で、あとは、コールオブデューティーポイントかな？ 100 ポイントが3個。300コールオブデューティーポイントですね。ゼウスさん選んでカスタマイズね。ゼウススキンいるね、オリンポスの王。いいっすね、かっこいいっすね。早速使っていきましょう。今回は、アサルトライフルの M4 のいるいるいる、モータルズベイ、めちゃめちゃかっこいい変形。さあガンスミス見ていきましょう。これバレルとかにしっかり調整入ってるっすね。ナットマークでチェックマークがついてるんで、これはこのモータルズベインオリジナルの調整が入ってるんじゃないか。いいじゃないですか。改めてバレルにはこちらっすね、トレンチプロついてて、でレーザーには僕の大好きなオレ V レーザーついてるの激アツやな。そして SZ ミニタック40というサイトがついている。しかもこれあれやな、このモータルズベインのサイトになってるからデザインがいいっすね。そしてストックにはこちらフェードプロストックついておいて、ラストはこちらですね、ファントムグリップ。左上に注目なんですけども、クイックドローで精密照準とエイム速度とダッシュ後射撃速度って書いてあるんでね、結構機動力高いんちゃうかなって感じですね。早速使っていきましょう、最終報酬武器の M4 でございます。サブにはハンドガンの X1 につけて、ガンスミスはこんな感じでございますと。そしてフラッシュバンとセムテックス、パークパッケージはこんな感じ、スカベンジャー、バトルハーデン、ハードライン、ゴースト、フィールドアップグレードはこちら、デッドサイレンスでプレイしていこうと思ってます。今回はこちらドミネーションに行こうと思います。ということで今後もですね、ハセシンのチャンネルではマイペースに楽しめる動画投稿やライブ配信をやっていきますので、まだチャンネル登録できてない方はチャンネル登録と、良ければグッドボタン、高評価ポチッとワンタッチしていただけたら、マジで活動のモチベーションの向上にグーンとつながりますので、良ければよろしくお願いいたします。ということで行きましょうか。さあドミネーション打撃チェック入ってる、行きましょう、レッツゴー。ちょっと途中参加ですけども、大好きなファーム18来たんで、ちょっと序盤の方ですね、やっていきますか。さあ行きましょう。おお、えおい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 、かっこよすぎんか、ちょっと色味がよ。ちょっと待って、手前にもいるっぽいな、これ。フラッシュ当てられるか、いや、デコイだな、これ。カット、ナイスカバーいいぞ。さあ、ちょっと待って、ここから、逆転に、導いていきたいところである。待って、色味めっちゃ良くない？風格良くない？風格あるね。このなんか、王者感と言いますか。すごいテカテカ。しかも、このサイトまたいいな、これ。さあさあさあ。ファーム18は俺のホームマップと言っても過言ではないぐらい好きだからな。待って待って待って、セムテックスが来てるぞ、おい。デコイも来てるぜ、ローリアしてる、激ローぐらいに追い込んでるから、ちょっと行っちゃっていいっすか、前。さあこっちから来るぞ俺は。さあクラスタマインが溜まっている、クラスタマインを置いていきましょう、ここに、レッツゴー。さあさあこっからよ、ちょっと待って、チャーリーを守っていきたいところであるか。オーケー、ガッとしてくぜ、どんどん。さあ行きましょう、途中参加でも関係あらへん、大好きなマップが来たんやったらやるしかないっしょ。すまて、後ろから、いやこれちょっと待って、このデプレカバーを逆にどういう風に使うか、これむずいぞ、これ味方近くにいるから気をつけて、ナイスカットだぜ。ちょっと待って、おいおいおい、セントリカが置いてるから、うわいいとこ見てくるね、敵もやろうね。でも俺のクラスターマインが多分まだビーチンで大活躍してるんじゃないかと思うから、いけ、これ UAB 追加でいきましょうよ、クラスターマイン当たってますね。さあちょっと待って、いいとこ見てくるね、ほんまやるね。さあこっからよ、こっからよ。てかさ、オリンポスって王のさ、このオペレータースキン、ゼウスのこれもまたいい感じやな、マジで。
ほんまに合ってるね、この何やったっけ、モータルズぜ、何やったっけベ、何やったっけ、名前忘れちゃったな何やったっけベ、ベインか、ベインだわ、モータルズベインだ、モータルズベインのスキンとも相性がいいじゃないの。てかこの M4 普通に、おお、機動力めっちゃ高いから近距離ガンガンいけるな。さあさあさあ、外しに入って、これかなりチームに勢いついてきたんじゃないのこれ。さあちょっと奥大丈夫かい。さあどっちかというとアルファのクレスがガッとしていく、いけなく入っちゃいましょう。さあ行くぜガンガン。ちょ一回デッドサイエンスをポチッとしといて、左右から回ります、ハセノシン。さあ裏から来るぜ俺は。さあ俺は立ち回っていくんだぜ。カットして、さあハンドガン行こう。あぶれ、キリキリ勢いで、もうどんどん行っちゃう、どんどん。さあちょ待て、なんかデコイかなんかが来てるような気がするが、上ですねこれ。さあ反応的には上ですね、逃がさないぜ。さあ一回取っていくか。ちょっと弾がねえよ、やべえ弾がない、裏から来たらしんどい。だあ、ドリルがうますぎる剣について。さあ行きましょう、一回 V トール要請しましょう。さあ V トールアルファ奥に、いや違うな、右奥出した方がよかったな。チャーリーに前に置いといてもいいんだけど、一旦ビーチにクラスタマ行くわ、安定の任しといてほしい。パッと展開してもろて、気をつけて味方も。さあビーチに確保、クラスタマイン大活躍。はい、奥手前、奥手前、どっちか大丈夫か、奥味方が見てくれてるから大丈夫と信じる。さあ V トール頼むぜ、ゴー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 。ちょっと一回 A チの方行ってみようか、ナイスカット俺。さあこっからよ、もう取っちゃおう取っちゃおう、いい、もういいっちゃおう、 V トールの勢い任せて。さあ行こう、大丈夫かこの辺、いやいると思われる、この奥いるぜ、カットしていく、まだいるな、もう一人。さあ UAV まで何としても絶対つなげたい、ここまで来たら。さあどうだ、大丈夫か、そこにいる、いや待って、ここは危ない、ギリギリ、マジギリギリ。これ確実にハセシンがチームに一旦指出してから加わってから、かなり打ってもうた、やってもうたか、かなり勢いついてるんじゃないかこれ。だー、ちょっと打つタイミング間違えた登り切ってから打ちやがった自分が、ちょっとミスったか。まあでもチームに勢い間違いなくついてるんで、これいきましょう。でこれめっちゃいい、マジでめちゃくちゃかっこいい。オッケー、クラスタマイン置いてくぜ、レッツゴー。で俺は、いや待てよ、リスポーン、いや大丈夫そうやな、いやなんだ、なんかこっちに反応なかった今、気のせいかい、気のせいか。そうそうそう、確実にこれ長谷野神がチームに合流してから勢い上がってますね、間違いなく。さあ奥いるんか、カットしていくぜ、さらに奥いる、あぶね、ギリギリ。こういう時に大丈夫か、味方がうまいね、対応力が高すぎる。行こうぜ行こうぜ、ノリノリだぜうちら、止まらん止まらん止まらん。ちょっと一回チャリ行くわ、じゃクラスタマインが活躍してくれるか、俺のクラスタマイン破壊されてる模様、そしてカウントエビに出されてる、カットしていく、カットしていく、ハンドに切り替えていっちゃおうか。ちょ待て待て待て、一回こっち流れといて、このカウンターを使ってしっかりと一回指叩こうか、指もないチャリ行けるか、どうだこれ、一回チャリ行くなり、ナイスチャリ、いいね。でビーチの方も大丈夫か、ここにクラスタマイン置いていくわ、レッツゴー、近いぞこれ、目の前おるぞ、デコイか、音がすごいな、パラ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 言ってるか、ガッとしていく、いいです、完全にいけるか、ワンショット、ダイブレ、前入って上警戒来るよね、いいよ完璧よ、ブートリッジョーラスト、ゴー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 、上だ、行くしかない。さあラストスパート、途中参加からの初のシーン、大好きマップ負けるわけにいかない、このファーム18、カットにカットを重ねる、ナイスカーバー、熱すぎるぞおい。さあこの風格やばすぎる、この武器の、さあスコアトップ、途中参加からの初のシーン、スコア5105、 35×4×5、 ぜひ皆さんグッドボタン高評価よろしくお願いします。これ持ってったね、ハゼシン合流してから一気に流れガッツン変わったんじゃないですかこれ、熱すぎでは、35×4×5、 4デス7防衛、100点でしょ、ほんまにファーム18とハゼシンの相性バッ
チリでございますということで、皆さん改めていかがでしたでしょうか。プレステージ2まで行ってるね。126レベル、レベルもガンガンと上がってきましたよということで、といやでもほんまに良かったな。改めて紹介していきましょう、このモータルズベイン。この色味です、皆さん、めちゃめちゃ良くない？このシャンパンゴールドカラー、いいねー、めちゃめちゃかっこいいな、おい。ってことで今回のこの動画、少しでもね楽しめたよとか、ハセシン途中参加からの活躍すごかったぜと思っていただけたら、グッドボタン、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。高評価はですね、マジで活動のモチベーションの向上にぐーんとつながるということで、今回もワンタッチしていただけたらめっちゃ嬉しいですね。目指すは3000高評価です。今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。バイバイ。